こんばんは。もう広島はすっかり雨です。梅雨入りしました。どうも。ちょっと画角が下すぎ。よいしょ。こんばんは皆さん、お疲れ様です。元気ですか？私は今日はオフだったんですけど、自主練したりなんやかんやしてました。雨だったので家から出れなかったですね。だから外には行かなかったんですけど、明日は四国の公演があって、それのリハーサル自主練をしてきました。えらい、ありがとう。褒められてしまった。ありがとうございます。なんか僕恋の千秋楽の当落発表が今日なんか出たらしいんですけど、皆さんどうでした？当選しました？当落、千秋楽だからね、見に来てもらえたら、私のファンの方がたくさんいらっしゃったら嬉しいなって思うんですけど、当たりました。おお、結構いるかも、当選した人。嬉しい。私の中で16人公演とかをやるときはなんだろう、キャパ、その会場のキャパ割る16をした時のなんか計算した人数がいればいいなって感じなんですよ。大体自分のファンの人、自分のうちわがあればいいなって感じなんですけど、なんかこう見た感じだとちょっといそうな感じがします。まあ全部は見れてないけど、2年のね集大成なので、ぜひ当たらなかった人とかも DMM とかで見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。楽しみだ。で、明日は四国の公演です。ゆきりかの生誕祭があります。明日の公演も応援に行きます。ありがとうございます。ちょっと四国が本当に久しぶりすぎてめっちゃ不安だったんですけど、なんとか自主練して、さっき、まあ、なんとか大丈夫じゃないのかなとは思います。頑張ります。今日ちょっと縦画面で配信してるから、コメントが下の方なんですよ。だからちょっと目線が下になるかもしれないんですけど、あんまり気にしないでください。ちなみに明日の四国の声は研究生の前座もあります。研究生アクターズの4人のね前座があります。どんな感じだろうって、私もね見たことないから初めて見るんですけど、なんかチャートリの公演で先に前座やってたらしくて、なんかそこではなんか結構歌ったって聞いたんで、チャートリメンバーからなんか結構歌ってたって聞いたので楽しみです。見れるかなって。髪明るくなったんだ。明るくないんですけど、この照明がオレンジだから多分それでそう見えるんだと。多分消したらね、あ、わかる、黒なんですけど、まあ、ちょっと傷んでるのもあるかも。ソロが1曲ある。すごい、怖いよね。でもうちのSTU の研究生はすごい即戦力で、パフォーマンスは即戦力で入った方々なのでね、多分大丈夫だと思います。四国楽しみです。お楽しみに。
高速で禁止だから早く噛み締めたい。私もね、 STU は噛み締めるの禁止だからね、もう5年以上染めてないから、ちょっと染めたい欲もあるけど、まあ、STU にいる間は染めないです。5、6年は染めてないから。広島行きの飛行機検索しまくり。お、ぜひぜひ。飛行機か。広島はね、空港からが遠いんだ、市内までが。なかなか。入る前は何色にしてたの？なんか自分の意思で染めたことはないけど、カットモデルやってたからなんかいろんな色になってました。作品撮りみたいなやつで。まあ、なんか何色っていうのか分かんないけど。すごい、なんか前髪だけここだけハイライトみたいな、なんかそういう作品撮りやってました。夏休みだけね。その時の写真ないの？あるけどあんまり今思ってないかもしれない。前までメールとかに載せたことあったんですけど。私物サイン何がいいと思う？あー、私物サインかい。なんかスペイベであるんでしたっけ？私物サイン何がいいと思う？何がいいかね。個人的には花は誰のもののパネルを持ってたら、パネルがなんか私のパネルだけちょうどなぜか右側に寄ってて、すごい端が空いてるんですよ。だからめっちゃサイン書きやすいなって思ってたんで、もしパネルがあればパネルにサイン書こうかなってが書きやすいかなと思います。別に何でもいいんですけどね。私物、自分の好きなもので全然大丈夫です。そう、なんかね、すごいちょうどいいスペースがあるんですよ、謎にね。以上。ちょっと足が痛い。遊びに来たよ、やっほー。今日は超ノープランで話してます。もう何も考えずにもうやべえ、2時3時だってなってもうボタンを押しました。セクシーな胸元、全然セクシーじゃない、普通にこういうやつ。まあ皆さんからしたらちょっとセクシーかもしれない。皆さんからしたらね、あっ、すいません。いや、本当は違う服着てたんですけど、なんかショールーム見たときに、なんかね、あ、ちょっとこれ気づいた、気づいてない、ちょっと毛量多いの、梅雨で毛量多いの気にして後ろで縛ってるんですけど、気づいてないか、大丈夫か。なんか本当はカーディガン、なんかね、すごい独特なカーディガンを買って、なんか本当はね、さっきまでキャミソールにこうね、ちょっと待ってね、なんか独特なカーディガンを買ったんですよ。でもなんかショールームで見たらめちゃくちゃガタイがよく見えることに気づいてしまってやめたんですよね。なんかこうね、わかるかな、これに着るべきじゃないんですけど、このわかるかな、なんかここがここまでっていう、上ここまでのなんか超短いカーディガンを買ったんですよ。なんだけど、なんか実際に見たらそうでもないんだけど、ショールーム越しに見たらすごい肩幅ガンダムだったんで、脱いでで、なんかいろいろ着替えてたらなんか5分ぐらい遅れてしまった。本当は23時ぴったりに始める予定だったんですけど、なんかね、肩幅すっごいガンダムだった。なんだよ、めっちゃ可愛いんですけどね。謎い。
とても謎い。でショールームでね来たらね、ガンダムじゃんって言われたらちょっともう私は携帯を折りかねなかったから、これこの服にしました。ちょっとやっぱデコルテが生きた方がね小顔に見えるからね。なんかそういえば私は全然ガンダムに詳しくないですけど、マックがガンダムとコラボするらしいですね。知ってます？なんかツイッターで流れてきたんですけど、シャアがナゲット持ってなんか笑ってましたで、あ、シャアだって思って。やっぱね、あの方ガンダム好きな方多いからね、よっしゃーと思ってるのかなと思ってご報告。なんかマックって意外といろいろコラボしてるイメージ。この間はシン・ウルトラマン、赤井さん。そう、私はねコナン好きだからコナンのイメージしかないよな。よっしゃよっしゃ、マック食べたくなってきた。全然食べてない最近マクドナルド。マクドナルド食べ行こうか迷うな。でもな、マック1年ぐらい食べてない。そんな人いるんですか？そう、私はね本当にねコンビニと外食がもうほとんどだから、チェーン店は行きまくってますもうチェーン店の新作なら任せとけってくらい。最近のおすすめは中尾、舞ちゃんと中尾に行ったんですけど、中尾の塩親子丼がめっちゃ美味しかったです。私ね親子丼大好きなんですよ。親子丼、なんか全国の親子丼を回って食べたいぐらい親子丼が好きで、でね、今年のベスト親子丼は吉野家の親子丼だったんですけど、結構それに匹敵するぐらい美味しいものが見つかって、それが中卯の塩親子丼めっちゃ美味しい。親子丼って醤油なのかな、普段。私本当に自炊しないから普段の味付けが何味なのか分かんないけど、多分醤油、普段が醤油なのを塩にしてるんですけど、それがねもうめっちゃ美味しい。おすすめです なんかね、そう、あっさり系親子丼って感じ。おすすめです。醤油が多い。あ、醤油なんだやっぱ。親子丼な、なんか私作ったことあるんですけど家で。なんかね液をさ、こうジョボジョボ入れて調合するやつじゃなくて、なんか粉と卵と鶏肉と玉ねぎ入れたらもうできるよみたいな魔法の粉があるんですけど、お粉が魔法の粉って言ったらちょっと危ない方に聞こえちゃうんですけど、ちゃんと合法の粉がありまして、それで作っていつも食べてたんですよ親子丼は。だからそのなんか液体が分かんなくて。わかる？なんか粉親子丼、なんか薄味濃い口で、濃い口だったらカツ丼とかが作れる粉で、薄だったら親子丼とか、あと何が作れるんだろう、なんか作れる粉があるんですよ。魔法のスーパーに売ってる魔法の粉があるんです。わかります？あれがね好きなんだ。あれ唯一自炊するときに入れる、シュッシュッと。私本当に親子丼大好き。親子丼っていうかチキンが好き。牛豚鶏だったらもうダントツ鶏派なんですよ。で卵も好き、もうニワトリが大好き。おすすめの親子丼あったら教えてください。食べに行くんで地の果てまでね 親子丼ガチで。カツ丼より好きかも、どっちかって言ったら。めっちゃわかる。わかる？鶏美味しいよね。
セブンの親子丼好きです。あ、もうコンビニもね、食べ尽くしてる。任せて任せてとか言って、そんな感じですかね。私最近本当にね、チェーン店ばっかりや。なんかはしごしてます。中う、吉野家、あとあれなんだっけ、名前ど忘れした。あ、大戸屋 大戸屋のなんか三角ループしてる。最近和食ブーム 大戸屋の名前が出てこなくて、ずっとお江戸屋、お江戸屋みたいな、江戸が頭に出てきたけど、大戸屋です。好きなんだよな。あ、大戸屋か 大江戸がちょっと頭から抜けてなかった。大戸屋、吉野家、中う、私の最近ループ。すき家はあんま行かないな。なんか近くいないんですよね。本通りに全部ある。そう、本通りに全部ある。広島のね、もう中心街に全部ある。あとはもうセブンイレブンばっかです。自炊もしなきゃな。でも自炊するよりね、中尾でご飯食べた方が安い気がするんだよな。気のせいかな なんか節約しようって思って、コロナでいっぱいウーバーイーツとかしちゃってたから、外食、外に出ることができなくて、本当に食費が5月だけすごい大きくなっちゃって、節約しようと思って自炊しようかと思ったんですけど、コンビニに行くよりもなんか中尾とかすき家行った方が安いんじゃない？しかも美味しい 美味しいし安いんじゃないって思うようになってきた。エンゲル係数高め。確かに。一人暮らしだと、そう、まあね、一人暮らしだと確かにね、男子大学生みたい 確かに一人暮らしの味方よ。野菜は取ってくれ。野菜はね、最近キムチで取ってる。最近キムチ好きなんですよ。キムチ。アイドルのリアルみたいな。アイドルのリアル。白菜のキムチ、もう最近ちょっと好きなのは山芋のキムチとか、山芋のキムチとか、あと大根好きだな。今日もきちゃんが可愛くて嬉しい ありがとう。てれてれ。山芋のキムチ美味しいよ。なんかネバネバ。この間人生で初めてオクラ食べました。なんかご飯屋さん行ったらなんか出てきて、お通しみたいなもんとか、なんか確定演出で絶対なんか応募者全員サービスみたいに全員になんかついてきたんですよ、オクラの小鉢みたいなのが。それで初めてオクラを食べて、なんか今までね避けてきたんですよ、オクラという野菜を。初めて、そう、22歳にして初めてオクラ食べて、すごかった。なんか
なんかなぜこうも粘液を出すのかってぐらいネバ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 っていうか、なんかネバネバじゃない納豆とはまた違う、なんだろう、すごかった、ドゥルッドゥルみたいな恐怖。いや美味しかったけどすごいね、なんか慣れませんねやっぱ、こうもこうも、なんかたまにあるじゃないですか、ネバネバ丼みたいな、納豆オクラとかなんかいろいろ山芋みたいな、オクラのね見た目のせいでね食べてこなかったんですけど、すごかった。いやでも美味しかったです、意外に美味しかったです。でもちょっとまだ慣れるのに時間がかかりそうだなって思いました。オクラ入りうまい、オクラだけに、オクラだけにオクラ入りってか。おっとっと、ちょっと寒いギャグを言ってしまって、ただでさえちょっと梅雨の気温が寒い時期に寒いことを言ってしまって申し訳ありません。一ファンの人の発言を代表して配信者である私が謝ります。本当に寒いことを言ってしまって申し訳ありませんでした。許してやってください。彼は悪くないんです、場を盛り上げようとしただけなんです。ええんやでって、優しい、優しいね。床が滑りやすい季節だから注意してね。ねえ本当にコンビニとか滑りやすくなってるから気をつけてください。私結構前科あるから、コンビニの入り口で滑ったりとか。フォローが逆につらい。優しさが染みている。梅雨ね、明日も雨だ、やだな、あんま好きくないんだ、明日も雨、今日も雨。レインブーツ、いよいよレインブーツ買いたいんだよね、買おうかな。なんかもうレインブーツっていうかその長靴とかほんと小学生以来履いてなくて、なんでだろうね、あんなにさこう靴も濡れない足も濡れないってあんなに機能性に優れたやつなのに、こう中学生ぐらいになってからなんかダサくねみたいな、あの恥ずくねみたいな、なんかさ圧力、まあなんか世間の目みたいなあってさ、なんか履かなくなっちゃったけど、今めっちゃなんかすごいおしゃれな普段靴っぽいレインブーツとかあるから買おうかな。私中学生の時さ、その世間の圧力に屈して普通にスニーカーで行ってびしょびしょになって、もうびしょびしょになることを見越して靴下を持って、替えの靴下を持ってって着替えてみたいな感じだったもんな。買おうかな。なんか最近靴とかさ自分で好きな靴買ってるから、その靴たちが雨で汚れちゃうの嫌なんだよな。ちょっと見てみます。レインブーツも滑るらしい。あ、そうなの。もうそれか雨の日は逆にクロックスとかで裸足でもいいかも。そしたらすぐ拭けるから、もう逆にクロックスでいいんじゃないって、もう靴下を履くっていうのがもうダメなのかもしれない。防水スプレー有効活用。防水スプレーってあれ効果あるんですかね、あんまりやったことないけど。あと普通のスニーカーとかでもいいの、カーブ靴とかじゃなくても。あんまり使ったことないんだ。
防水加工シューってしたらいいのか。効果ある。うーん、そうなんですか、いいね。スニーカー買ったらまずやろ。あ、そうなんだ。なるほど。ちょっと雨の日対策しないとな。心がけます。雨の日対策。任せてください。うん。眠くなってきた。こんばんは。こんばんは。あれ、今日何曜日だ。今日って水曜日。ちょっと曜日感覚が。あ、火曜日か。まだ平日真っ最中か。いやーね、今日は火曜、明日は水曜、チューズデーです。一番嫌な時やな。あと30分でゆきりか22歳。そうだね、ゆきりか当日生誕祭か。え、同い年だ。期間限定同い年なんだが、ゆきりかちゃん、ゆきりかと結構仲いいんですよ。実はね、なんかちょっかいかけたりかけられたり。楽しみですね。そう、学年下の今同い年。喋ることあるの？あるよ、結構。でも大した話いつもしてない。なんかううみたいな、ううみたいな、そういう感じの会話。うゆきりか面白いよ。でも結構ちゃんと大した話しよう今度から。なんか身にならない話ばっかりしてるイメージ。でも太鼓の達人の話とかするよ。なんでそんな上手いのって。わからないですって。オットセイみたい。そうだね、オットセイみたい。なんか目で会話する。なんか目でニヤニヤして会話してるかも。でもね、本当にね、意外と仲いいんですよ。意外とつながりがあるっていうね。パセリが、沖さん私よりユキリカが好きだって嫉妬してた。ユキリカが好きだ。でも確かにユキリカとは本当に結構仲いいから、それを見てパセリがなんかちょっと怒ってる時あるかもしれない。ぐらいには仲いいかも。実はね。でも私が好きな2期生はあれだけどね、川端アンナちゃんだけどね。そのゆきりかとかも多分私のこと好きって言ってくれてるけど、多分なんか推しメンとかじゃないやん。私の推しメンはアンピやから。かわいい。ちいかわ。アンピー、顔なしと写真撮ってて、千と千尋の。顔なしと写真撮ってて。何これ、顔なしが2体いるって思って。めっちゃかわいかった。ついついね、ツイッターいいねしちゃいますね。ちいかわアンピー。二期生の推しメンはアンピーです。アンピーとさやかり。パセリはなんかね、でも私にとっても結構お姉さんかも。お姉さんって感じ。
なんかお姉さんらしいことをしてもらった記憶はないけど、なんかあの雰囲気がやっぱ大人だから甘えられる存在ですかね。って感じです。甘えたことないけど、実はそういう感じです。私多分ね、2期生と話したみたいな話はあんましないから、なんかあんまり思われてないかもしれないですけど、実は結構話してて、あの2期生とも、実はサーヤンとかともよく話すんですよ。とか誰だろう、結構おしゃべりするんですよ。1期生との話題の方が多いようで、実はね、想像できない。いや、さや面白いよね。愛子じわ、愛子じも喋る。本当に結構普通にみんなと喋ってる。愛こじは結構喋るね。意外とね、意外と多いんですよ、実は。もっと2期生との話聞きたい。ちょっとその日あったらその日に言うね。なんか覚えてない話が多くて覚えてない話が多くて、あんまそのまま話したとか言わずに普段過ごしてるんですけど、実は結構話してるんですよ。多分伝わってないかもしれない。こう表面化してこない。そうね。ちょっとちゃんと伝えますね。前にリンコにすごいコンプラ発言で褒めてたのって何だったん？え、なんだろうそれ。なんだ？ちょっと覚えてない覚えてないけど、なんか褒めたんかもしれません。なんだろう、ちょっと聞いてみよう今度。あやぱん話したことなさそう。いや、それがね、あやぱんとね、LINE 交換した。それが実は話したことなさそうっていうのは面白いけど、実は話しました、この間。そう、でもなんかね、何を話したかって言ったら、結構あの仕事の話で用があって追加したんだけど、普段はなんかそんな追加しないんですよ、メンバーとかって。あのグループ LINE とかに大体全員いるから、なんかもう追加するってことがなくて、本当にプライベートでなんかよくなんか用事がある人とかは追加してるんですけど、あんまりそんなにな人とかは普通にもうグループ LINE だけでこと足りることが多いから、あんましないんだけど、だから多分そんなに LINE に多分あんまいないんですけど、あやぱんが加わりましたね。でもまだ確かにそんなにすごいおしゃべり、長時間おしゃべりはしたことないか。喋りたいね。私はすごい思うよ、高崎彩子って一体何なんだろうって。ローソン行ったんですけどね、あれ時間帯があるらしくてね、聞けなかった。今ローソンで高崎彩子のボイスが聞けるって、店内放送が聞けるっていうか行ってみたんですけど、時間がね違ってね
この時間かと思って行ったら違った。聞きたかったです。ついてない。ずっと待ってたんです。こうやって行きましたよ。高崎愛子誰？なんか愛子じとサーヤンとパセリとあやぱんのなんか4人組のことらしい。高崎愛子って言うんだって。そんなユニット名あるって思ったけど、まあ確かにそうか。おきまいとかたまぴよとかふうちほうとか名前で取ってるから、そうか、4人いたら高崎愛子になるのかって。とろみちこっこもそう言われたらそうだもんなって。高崎彩子なるほどって感心しました。STU のユニットネーミングそういうのいいよね。まあ、STU は大体名前と名前多数かな。吉田中はまたもっと可愛くできなかったそれはそう、もっとなんか吉田中はまた、まあ、繋がっちゃったよね多分そこで。確かにあの3人の見た目に合ってないんだよな。確かに何がいいかな。サラピーミアンピーで P があるけどミホリンは P ないからな。でもすごいね、あの言いにくくてね、ミホリンとかにあのさ吉田中またなんたらたんたらみたいな、吉田川田ですみたいな訂正される言いにくいやね、吉田中また サラピアンピノアピあピピピユニットキマイ花、ソラハ含めたやつ、ソラハ含めたらもうドラさんよそれはユニット名それはドラさんですね。うん、 W ユーカ、あーね、くるくるね、名前がユーカだ。確かに、オキポも P に入るの？オキポは P にも入らないかな。オキポは、オキポはどこに入るだろう。いや、今後新たなユニットが出てくるか楽しみですね。ポノとかさ、結局浸透したのかな？あんま浸透してないかな。なんかさ、メンバー、私は張本人だからすごいポノポノ、あのほのたんさんとのユニットね、ポノポノ言ってたけど、なんかさ全然知らない、私たちの2人のファンじゃないファンの人って STU のファンの人って絶対ポノって知らないよね知らないよね、多分浸透しなかったのかな、してるのかなポノってどうなん浸透しなかったのかな。でも名前の可愛さだけではダントツなんだけどな、あんま知らなさそうだよね。普通におきちゃんほのたんって思われてそうじゃない。すごいちょっと誤算でしたね。モタンさん前髪重くなってて可愛かったこの間会った時。ポノ最近聞かなくなってた。そう、確かに自分らもポノって言ってなかったわ普通にモタンさんって言ってた。
ね、名前だけはめっちゃ可愛いんだけどな。まあいつかちょっと浸透したらいいかなって感じ。コロナ禍でプチブレイクしてなかったっけ。あ、本当嬉しい。でも確かにコロナ禍にできたからね、ポノは。懐かしいですな。43分、あともうちょっとしたら水曜日だ。終わりますね皆さん。ピノがポノも特許取ってそう。ピノがポノも特許取ってそうそれはもう戦うよ戦うよ。ピノがポノで特許取ってて使えなくなったら戦うしかないね。でも戦うほどの価値があるのかポノにどうなんだ。ポノ、ピノがポノ出すかな。でもピノはピノで売ってくんじゃない。ずっと今話題の商標登録問題、ここでもまさかアイドルの配信でも聞くことになるなんて思わなかったね炎はね、みんなのものだから特許を取らないでほしいですね。ゆっくりマリさんゆっくり問題、それな。まあポノもお決まりもお決まりも、まあ、今後何かしらいろいろ増えていくかもしれないし、ね、新しいやつが楽しみにしててください何だっけ、パセリとのやつ。ポキパセリじゃないわ、ポセリだっけ。なんかあれもね、なんか頭に入んないんだよねなんか決めたんですよね、なんだったかな、ポキパセか。ちゃんと入ってたわ頭に。えらいえらい、私の記憶力素晴らしい。忘れてるやん。いや、合ってた忘れてはなかった。頭の片隅でもなんか本当にこれで合ってたっけとはなる。確かに何だったかなって覚えにくいんですよね。置きパセがやっぱなんだかんだ一番良かったんじゃないか説出てきてますね。ポコ太郎とオキポのコンビは、ポコ太郎とオキポのコンビは飼い主とペットオキポコかな。ポコ太郎ね、なんか寝癖かわかんないけどね、毛並みがねすごい、あのなんかピョンピョンピョンってしててね、今日メールに送ったんですけど、湿気かな、梅雨の影響かもわかんないけど、ポコ太郎寝癖ついてるんですよ最近。跳ねてる背中の毛が、だからこうやって直してた今日朝ずっと。ポコちゃんってこうやってなんか毛が立ってた、たてがみ。無造作ヘアかっこいいやん。そうなんですよね。いや、ワックスであの無造作にやるのがやっぱ今年のハムスター界のトレンドらしいんでね。ポコちゃん今寝てるかも。電気消したら回り始めます。大好きなのは、はい、せーの、ひまわりの種、俺も走るよポコ太郎。じゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん、ポコちゃん。ぐるぐるの音が聞きたい。ぐるぐるの音ね、どうだろう。まあでもこの時間帯になったら大体出てくるんだけど、出てくるか電気消したら聞けると思います。
平気平気平気。よっこいしょ。ポコ商標登録されてなかったか、ワンチャンある。商標登録されてなかったんだ。そういうの調べれるんですね。あ、ポコじゃない、ポノだったポノ商標登録されてなかった。ショールームあって終わるのを待ってくれてるのかな。そうかも。ポコはね、12時過ぎてからが本番だからね。眠った。今日ももちもちです。はず、恥ずかしい。もちもち、そうよ。ポコ砂浴びしてる。砂浴びしてないハムスターってストレスで毛並み悪くなる。砂浴びしてるけどね、なんかキュル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 ってシャ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 ってやってるけどね、どうだろう、ストレス感じない程度には結構与え、なんだろう、開放的な生活させてるんやけどな。素朴な疑問、おきちゃんって恋愛相談答えるの得意？人から恋愛相談というものはあんまり受けたことがないからわかんないけど、なんでなんで、全然受けたまりますよ。私よければ任せな。悩んでるから。お、いいよいいよ、ぜひぜひ聞いてあげよう。悩める、悩める和光度の悩みを。そのいい感じのこと言えるか分かんないけど、じゃあどうぞどうぞ。優香の部屋、そうだ、優香の部屋、お悩み相談気になりますね。でも私結構オンラインお話し会とかでファンの方の悩み、なんか恋愛相談的なの結構聞いてきたから今まで、意外とね、意外と聞いてきたからちょっと自信はあるかも。好きな女性にこちらに興味を持ってもらうにはどうしたらいいと思いますか。好きな女性にこちらに興味を持ってもらうにはどうしたらいいと思いますか。なるほど、興味を持ってもらうね。興味か、どうしてもこちらから質問したりして相手が答えるだけの一方通行になってしまうので。あー、なるほどね。LINE とかした時に自分から話題しないと終わるみたいな、そういう感じ、もしかしてそういう感じか。向こうから質問されたりすることがないってことか。なるほどね、なるほどなるほど。そういう時、まあ、まあ、もしかしたら今は確かに興味を持たれてない段階かもしれないけど、いや、そっからね、どうやって持ってもらうかよね。難しいね、どうしたらいいんだろう。ちょっとでも私には、私一人じゃないので、ちょっと教えて皆さん、いい意見が三者三様に出るかもしれない。
難しいね。いや多分あるんよきっと解決法は、たくさん教えてみんなみんな。うーん、おきちゃんならどうやって興味持つ？あ、でも自分の好きな話題、共通の話題みたいな、お話し会でこっちからおきちゃんに聞くだけではなく、おきちゃんから俺のこと聞いてもらいたいみたいな感じ。あ、なるほどね、なるほどね。まあでもなんか自分のその相手側が好きなことについて自分も好きだよって言われたら、なんかえどういうのが好きなのって逆になるんじゃないのかなって思うけどな。やっぱ相手の好きな、なんか共通の話みたいな、なんかないのかな。その人が何好きかとか分かんないとあれか。うーん、ごめん、私もちょっといいことがあんまり言えないけど、まず相手を知り、相手に知ってもらえるくらい余裕を持つこと。うん、そうだね。うーん、そうじゃないのかな、ね、その相手が喋りたい話題とかなんかあればね、いいけどね。私とかだと例えばコナンの話されたら永遠に喋ってしまうけどな。そういうのがあればいいけどね、相手に。食とか映画とかね。まあいずれも悩み相談受け付けてます、全然。まあちょっとちゃんと答えれるか分かんないけど、いつでもおきちゃんに言ってください。うん、お待ちしてます。じゃあそろそろもうちょっとしたかな、55分、壇上読むか。質問7、自分語り3とかどうかな。あ、いいんじゃない、いい割合なんじゃない。質問7、自分語り3。質問ばっかり言いすぎてもね、なんかインタビューみたいになりそうですもんね。確かに自分の話も踏まえつつ、うんうん、いいんじゃない。頑張れ恋する者たち。もう誰って感じですよね。頑張れ、応援してます。続きお話し会で。了解です、応援しかできない。まあもう全力で応援だけはもうさせてもらいますんで、頑張れ頑張れ。おきちゃん二次元に来い。いやもうね、私は本当もう超一途に赤い周一にだけに恋してるよ、本当に。何年って感じ。まあ唯一辛いのはやっぱ赤井さんはね、米花町っていう遠いところに住んでるからなかなか会えないってところかな。じゃあそろそろ壇上を読みたいと思います。それでは13位から読みます。13位、まさひろさん。12位、パチロクさん。11位、サンピラーさん。10位、ネズミ106さん。9位、 TWT さん。8位、トットさん。7位、ホクさん。6位ササックさん。5位、ドーさん。4位がコバチャさんでした。13位回目の皆さんありがとうございました。そして3位がクロシオサンクさん。2位がシュージーさん。1位がイギーターさん。ありがとうございました。3位から1位までの皆さんありがとうございました。壇上の皆さん、配信を見てくださった皆さん、そしてコメントしてくださった皆さんありがとうございました。明日は勝手に四国観光大使、
ゆきりか、むねゆきりかちゃん生誕祭夜公演出演します。ぜひぜひよろしくお願いします。頑張ります。久しぶりの四国ありがとうございました。皆さん梅雨ですがね、寒いのでね、朝とか昼とか夜とか、まあ、日中全部ちょっと体調には気をつけてくださいということで、ありがとうございました。本日もこんな感じで終わりたいと思います。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。ありがとうございました。これいつ終わるんだろう。ちょっと絶妙に長いこの時間が。バイバーイ。Thank you.長い長い、これは長すぎる。ピース。ピース以外なんかする？まだこんな時間かかることある？1分って長くない？あと10秒 OK。 ありがとう。あ、12時過ぎた。おはよう。